今回の総裁選で広島の国会議員はどの候補者を支持しているのか現在日本テレビ政治部で取材にあたっている門脇記者に伝えてもらいますはい広島を地盤とする自民党の国会議員や関係者を取材したところこれまでに支持する候補が分かっている議員は8人ですこのうち6人が旧岸田派の議員でその中でもその6人の中でも投票先が分かれる見込みです 寺田衆院議員など最も多い4人が支持しているのが林官房長官です現在政権のナンバー2で岸田派の座長を務めていました支持する議員の一人は岸田政権の政策の流れを引き継ぎつつ安定感のある政権運営をしてくれるだろうと話しています一方で同じ派閥出身からは上川,大大上川外務大臣も立候補していて1人が支持に回っています そして派閥とは関係がない、小泉進次郎元環境大臣を広島七区の小林文昭議員が支持しています。このほか、茂木派の二人は茂木幹事長の支持に回っています。岸田総理が誰を支持するかというのは分かっているんでしょうか。はい、あの岸田総理は不出馬を表明した人間が。後のことについて申し上げることは控えるべきと話し、態度を明らかにしていません。ある総理周辺は。 総理は開かれた総裁選にしたいという思いが強い自身の発言で影響を与えないよう明言はしていないんだろうとする一方自身が身を引いたことで派閥にとらわれず過去最多の9人が立候補した意義は大きいと語っています明言はしていないあの岸田総理ですが政治と金の問題あるいは政治の信頼回復の問題について一連の改革努力が続けられてきた こうした一連の改革マインドが後戻りすることがないような方であってもらいたいと話していますまあ始まった段階ですけれども今日の段階でその総裁選の情勢というのはどううでしょうはいあの広島では支持する議員が多い林長官ですが全国的に見ると知名度が低く党員票をどこまで獲得できるかが課題となります。現状では知名度の高さまた 全国の党員・党友の支持を集めている石橋、小泉氏、高市氏を軸とした戦いになる見込みです。ですが、多くの候補者が立候補し、票が分散することから、1回目の投票で過半数を獲得する候補者はおらず、上位2人による決戦投票が行われる見通しです。27日の投開票に向けて論戦が始まりましたが、裏金問題に対する対応や、 経済政策などが争点となります。